正面打ち2票入れます。ちょっとこれはもう下通り。そのまま持っていって一挙の切れを持ってきてここで2挙ここで2挙ちょっと上の方向に引っ張ってしてあげて体を もう一つはこれで入ってから側面に入って一旦相手を落としてそれで起き上がってくるのを待って決めると起き上がった時に浮くので、それをピッとして、ピッと見ると。そして、裏に入って、そのまま、足と足を挟んで、これは最後。まず、肘関節の上にピタッとこうやります。で、この手を合わせて、手を肘関節下に。それから、猫背にならずに。投げていきます。もう一つは、さっきの、ご伝説して、ここまでです。ここまで一緒。で、今度は、こう手形を切って、ここへ持ってくる。そして、肘と手首を折り曲げて、手首関節を決めるんだ、ここ。ここで痛めつけば、ここじゃなくて、ここでもここでもなくて、ここでここじゃなくて、あくまでも決めて、これを回す。そして、足を回しながら、大きく回転して、それから、ここは、もちろんここは、膝の姿勢で、こうならない。はい、正面打ち2強、2体、それではお願いします。